はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ドラグマアルバズワです。アルバズワ君、活躍させようと思って、今日はデッキを組んできたんですが、診断追加されましてですね、このルルワリリスとかね、まあ、それから、まあ、このマロンとか、まあ、いろいろね、モンスター追加されましてですね、ドラグマデッキ、儀式ドラグマデッキ、だいぶ強くなっております。はい。しかも、天帝ロシトが、なんか3枚使えるとかいう、なんかバグ仕様になってまして、この天帝ロシトプラス、このルルワリリスが来たことによって、この儀式軸がかなり展開しやすく、そして盤面も強く、することができるようになりました。今まで結構ね、なんか先行マジでエクストラデッキ破壊、するか、まあなんかそのルルフルルドリスネータン構えるかくらいしかなかったんですけども、結構そのルルワリリスの登場によって、まあ、ルルワリリスからカルテシア展開したり、あと、バスタードから、このエクレシアをね、展開したりすることによって、盤面結構強くすることができるようになったのに加えて、で、天帝ロシトが3枚になってるんで、後攻から、まあ、ヌトス砲ぶち込んだり、まあ、マロン砲ぶち込んだりして、まくっていく能力も、まあ、高くなったということで、今日はね、この最強モンスターのね、召喚ムービーを お見せしたいなというふうに思ってます。アルバゾワ君、正直先行で出してエクストラデッキ破壊しても、なんか意外とエクストラデッキから墓地送られて、アドバンテージ稼ぐモンスター今結構多いので、なんかそんなに仕事しないんで、先行でアルバゾワを立てるというよりかは、先行でエクレシアフルルドリスプラス、カルテシアからのグランギニョルを目指していくみたいなイメージですね、先行は。はい。で、ここはまあ、この辺の、モンスター出してぶん殴っていけばいいかなというふうに思ってます。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。天帝の嫉妬エクレシアはまあまあかな。ちょっと一回これでうららすってもらいたい。うらら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 来い。うららカモン。ああ、法要でもいい。まあまあまあ、オッケー。法要か。うららあんのかな。ちょっとうららがあるかによって結構変わるんですけども、天帝の人とこ通ります。これ通んないとまあまあ弱いんですけど。うわ、なんかある。いややりますね、なかなか。やはり相手にとって不足はないと言っておきましょう。まあ、エンドフェイズするしかないですけどね。そうなってくるとさすがにね。さ、結構サーチ対応する儀式デッキなんで、ね、手札一発全部刺さります。はい。無限法要とか、まあ、ドルステージもそうだし。やばいやばい、それやばい、それやばい、それ。うららららららら、ちょ、お前もこれに、お前墓のやめろ、墓のやめろ。お前さ、全持ちかよ。きっしょいのー、きっしょいのー、全持ち芸人きっしょいのー。でもニビルってなんとなるかな。レスキューキャットってなんですか。鉄獣ですか、これ。なんですか、スプライトですか。わかりません。一体で何が飛んでいくんでしょうか。あー、鉄か。あー、割と宿敵なのかな。ドラクマと鉄獣は宿敵、宿敵ではあんの。宿敵というのか。まあ、ちょっとエクレシアが立ってるからちょっと怪しいけどな、今な。フェレジットさんとエクレシアちゃんは仲いいんでね、とても仲いいんですけども、まあ、ちょっとマクシムスドラグマとか出てくると、ちょっと、かなり敵対、関係が、まあ、降ってくるんじゃないかなという話ありますね。で、フェレジット効果どうぞ。心からはどう、ワンキルは多分2ミリあるからされないと思うんだけど、2ミリ一応ケアできるデッキじゃないですもんね、デッキ。一応展開途中でね、無効系用意できないと思うので、まあ、ケラス君はどうぞ。で、キャット除外して、あ、もう2ミル打ってんじゃん、これ。マジか。いつ打つかだな。あとは使わせてから打った方がいいな。あー、でもベアブルーム飛んできてもだ。これはじゃあリボルト構えられるじゃん。やべ、スターター、強っ。スターター強、まあ、スターターはいいか。スターターはいい、スターターはいい。オッケーオッケーオッケー。で、ブルージェットオックだけ来るか、これ。ジェット、オッケー。レッドじゃなければ大丈夫。で、ジェット特殊。で、ジェット効果、どうぞ。ジェット効果、どうぞ。何持ってくんだ、これ。ここもストラ使ったから、あれか、スマッシャーズか。ガンマバーストか。え、なんか、相手何も2秒でケアしないぞ。なんか俺光ってると思うんだけどな、一応。ガンマバースト、そこで打つの。ダメ捨てでよくない、ダメ捨てでいいのでは。え、それ、全然全然無理だけど。さあ、すべてのカードをリリースして隕石爆弾、うわ
I don't wanna close my eyes。 あー打点たっけー、リベルトークンやばすぎ。フェルジット効果1枚ドロー1枚捨てで、トライブリゲード、ベアブルム効果1枚サーチか、トライブリゲード、これでリボルトかなんか持ってこられるのか。リボルト売ってんだ、キメえな、リボルト売ってんのキメえ、おいくっそ。ただそもそもあの4700打点高ない、あれどうしよう。あれどないしよう、リボルトもどうしよう。ちょ、あかんこと起きてんだ、あかんこと起きてるが、いやー、なんなんですかこのデッキは、みたいな場面あって、これなんだこの場面みたいな。参戦の5、なるほど、参戦の5ワンチャンな。一旦リンク召喚とかデッキ、あー一応いけるか、ライナ召喚、これ一応いけるな。ライナでトークンショってで、一応ぶん殴りにはいけるか。とりあえず即召喚はさせていただけるで、ライナ出す、はい、でライナくんが、出されたドロイドブルーム墓地行って、ドロイドブルーム効果発動して、あのトークンをなんとかして処理。このトークンでかすぎなんだよな。でバトルフェーズ入る、でこれ多分リボルト打ってきてくんねえかな、これリボルト打ってくんねえか。あーよし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 、ここでのリボルトはでかいぞ。ここで打ってくれたのはでけえ。これライフで受けてもいいかも、いいもんね、だって相手に別にセットカード除外した方がいいのではみたいな話あるけど、これなんかモンスターを除外してくれそうではある。でリンク4出てきて、トライブリゲード強調のシュライグさん出てくる、かっこいいな、相変わらずかっこいいよこのモンスターは。強調のシュライグさんデラックスメイトになって、なんかあのイケメンぶりが発揮されてますね。あのデュエル開始するときに、ね、仮面が外れるっていう、外れてるっていう仕様になっていましたね、あのデラックスメイトね、あれ割といいですね。はい、なんかエクレシアかなんかをメイトにして、あの服脱ぐみたいな、あの仕様なんないですかね、バトルフェーズ中になったら服破れるみたいな。脱衣マージャンみたいな、まあ、とりあえずちょっと参戦の号で発動で、これ天帝ロシトあるの、これ天帝ロシト強いんじゃねえか問題ある、これいけるぞ。天帝ロシト発動で、天帝効果バスリーでガルーラ僕直ってマクシムスドラグマ持ってくれ、来た。さあホールを開きし絶望の、あ強い、マクシムスドラグマの効果、ガルーラをゲームから除外し自身を特殊召喚、そして特殊召喚に、成功したマクシムスドラグマ君は相手のエクストラデッキと自分のエクストラデッキを2枚ずつ墓地へ送るという効果を持っていて、これはさすがに展開だな。これバスタードルグバリリスでいいかも、まあ、いつもの通りでいいや。で相手の、エクストラデッキからも何らかのカードが墓地送られていく、ライトハートアルミラージオッケーいいだろう。でこれでエンドフェーズ、バスタードの効果発動、バスタードの効果によって自分のデッキからドラグマの聖女エクレシアを特殊召喚、そしてエクレシアの効果発動、エクレシアの効果によってフルルドリス姉さんを手札に加えていく、さらにルルバリリスの効果、講師が同じ魔法使い付けモンスター、これああこれエフェクトメーラー出せるんだ。まあ確かに講師同じっちゃ同じだな。だからこれでカルテシア君が爆誕したため一応、まあ、まだいいか、まあ、参戦とかケアするんならドローペン打ってもぶち込んでもいい気がしますけどね。一応1枚ドローしたいです基本的には、絶対に。さあどうする、でもいきなりケラス出てくる可能性あるのが一応、でもシュライグはまあルルバリスで無効にできるから、フルルドリス間違えた、ケラス、なるほど、これケラス無効で大丈夫だよな別に、多分フルルドリス効果発動、フルルドリスの効果、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターが存在する場合自身を手札から特殊召喚し、そして他にドラゴンモンスターがいるため相手のフィールドのカードを1枚を無効にすることができる、うわイエス、天帝1枚からこんだけ妨害作れてるとこの時強くねえか。スプライトガンマバースト、そのモンスターの攻撃力は相手段終了時まで1000アップやるやん、やべえ打点高、ルルは
ルールあるじゃない、フルドレス抜かれる。やばすぎ。やっべ。クレシア、からのグランギニョル、グランギニョル効果発動。ちょやばいやばいやばい、あのケラス君の打点が高すぎる問題について、あこれはマロンから、マロン砲爆発させてマロン砲効果、相手のシュライク君を手札に戻していく。 OK、 いいぞ。バトルフェーズいいだろう。まあどっちかはやられるな。まあまあまあフルドリスやな、殴られるもんな。フルドリス殴るとき打点500アップするんでね。セット、いやまあそれリボルトやめてね、マジで。それもう一枚リボルトとかあって俺吐いちゃうからやめて。マグナムート強い、マグナムート強い。マクシムストラグマ効果発動、マクシムストラグマとりあえずヌトソー、ヌトソ法とアークデックレアラでいいか。はい、で相手もエクストラデッキ、これエクストラデッキどんどん相手削られてるから結構きついんじゃないか。これこれエクストラデッキが墓地を奪われてもアドバンテージが稼げないデッキとかだとマジでこれ使いどころなんで。でアークデクレアの効果とヌドスコの効果、いやその捨てカードなんだ、それそれなんだ、それ破壊するぞ、それはなんだ、使わないってことはどうでもいいカードか。スプライトダブルクロス、危ない。危なかった。待って、これ俺これケラスどうやって抜くの、やべえ、ケラス抜けねえんだけど。やべえ、間違えた、これヌトソーで破壊するの間違えたわ、これケラス抜けねえじゃん。あやばい、なんかうんこみたいなことした、ちょっと待って、やばい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 って、やべえ、ケラス抜けないんだけど、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、それはやべえぞ。見せた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 、やばいやばいやばい、2600のケラス抜けるものと思ってた、抜けないじゃん、ミスった、ミスった、ミスった、やばいやばいやばい。いや抜けると思うやん、抜けると思うやん。一応ルルワリリスは出せるのか、エクストラデッキが出てくる、ケラスの効果発動される、シュライク出てくる、やばいやばい、普通にやばい、負けそう負けそう負けそう、誰か助けて、誰か助けて、増殖する事項か、一応ワンドロー入る、いやでもそのワンキルは取れないだろ、8000あるしな、ライフ8000あるからワンキルは取れないと思うんだよな。まあ多分まあシュライクとかその辺出てくるしかないもんね。そうだね、でシュライクとか出てくる、あー弱い、でシュライク効果発動する、まあ多分これでグランギーノの変身しても変身して出てきたルルワリリスが殺されるだけなんで、これは使わなくてもいいか。いや横3000のマクシムス君がどっか行くよね。そうだね、やべえことが起きているが、ただなんか謎に耐えてるぞ。いや相手はエクストラもうないんじゃないか、ほとんど。ギリギリ耐えた。ギリ耐えた。めちゃくちゃギリ耐えたけど、だからなんだかあるな。まあこれで自爆特攻すれば一応シュライグはしょれるか。ドロー、ゲールドグラ、お、これ解決しそうだぞ。ゲールドグラは解決しそう。幸いなんか奇跡的にライフは残っている。これライフ持ってく、ライフさ6000なくなるんだよね。6000なくなる代わりにやっぱ魔法とあの儀式モンスター持ってこれるんで、めちゃくちゃ強くて、やっぱ1枚で2枚サーチギるんで、一番ゲールドグラが正直一番強いですよね。一番、はい。でゲールドグラの効果発動して、でヌトソーかまして、でヌトソーの効果発動してシュライグ処理で、シュライグ効果で回収するか、それはあんまどうでもいい。 OK、あとはだから、ニビル一応ケアしながら、マクシムス6900っしょ。さすがにもういけんじゃねえか、ライフ的に。まあ、一応、マータ打つ前に、ミラ、あとアルミラージ出しといて、で、マータ打とう。ドラグマータの効果発動。エクストラデッキから、ルルワリリスちゃんを、墓地のクリー。いや！ドラグマの、アルバゾア！バックダウン、攻撃表示、攻撃表示、バトルフェイス、うわー、
キラーへあぶねえ、キラス抜けないで負けるとこやった。あぶない対戦ありがとうございました。いや天帝1枚からね、やっぱアドバンテージ獲得能力この時すごくない？うおー、手札まあまあ強くね、これ。これ高校院ハンドとしてはもうなんか最強でしょ。ゾウジー通んなくても2ビルあるし、ゾウジー通ったらまあ嬉しいし、まあでもちょうどねえか。融合破兵、いやーまあさすがにゾウジー打つか。ゾウジー打つ、融合破兵ガンマ入ってるかなこれ。いやわかんねえけど、まあ融合破兵だったらガンマ打たれてもまあそんなにやばいこと起きないから顔するわけないじゃん。これであ、裏ありそうだなこれ、なんかありそう。あーまさすか、まあいいだろう。破兵か楽園だな多分。ゲートガーディアンっていうパターンあるいやゲートガーディアンもあるか、ゲートガーディアンもあり得る。ちょっとガンマのメイトで威圧すんのやめて。さあ、増殖してる G が抹殺されまして、融合破兵で出てくるモンスターはまあさすがに楽園ね、さすがに楽園、はい了解しました。いやまあでもエフェクトメールあるし2ミルあるから、まあ2ミルはまあそんな効かない気がするけど、なんとかなんじゃないかなと思いますね。カルテシアを一回融合止めます。これでアルベル召喚って言ってくるやつはキモいけど、まあ、多分アルベルいたらアルベルから先に召喚してくるもんな多分。お来た、来ました。これ一応相手止まってくれたっぽいですけど、あーなるほど、エフェクトベイラー除外。え、これやばいな。ただ俺の初動がねえ、助けてくれ。ちょっと待って、俺の初動がねえ、俺のターンドロー。いやー一応初動は来た。え、でもこれさ、サロニールあるってことはこれあれ獣かな。ちょっと何それ、その後ろ破壊しないで。うーわー、いや無理か、無理だな、何も金か。いやー初動ねえ、2ビルなんとかなるかな、2ビルで次の開始のターン、開始のターン2ビルなんとかなるせい。誰、え、破壊しないの、え、マジちょっと待って、破壊しないの、あれかアルバズワーに打とうとしてんのか。いやでもこれで打った方がいいと思うけどな、さすがにアルバズワー確かにモンスターの効果受けないからね基本的にね。特殊召喚された。だから意外とね、突破しづらいってのあるかもしれないね、相手。ああ、でも一応これ、まあ、じゃあ、さすがに、ちょっと待って、トールの考えてなかったから、ちょっと、さすがにやばいですけどね、これ。なんか、いろいろできそうだな。マクシムスドラグマかなんか持ってくるか。マクシムスドラグマ持ってきる。でも、こっち、的にどうなんだろうな、ちょっとわかんないな。まあ、一応マータ発動してで獣ショットみたいな動きできるんだよな。さあ、ドラグマータの効果、これでも俺はエクサキからモンスターを出さない宣言していくぜ。さあ、急進ヌトスの効果を発動する。急進ヌトスの効果により相手の、まあ、これどっちだろうな、獣かサロニールかどっちかなんだけど、まあ、獣かさすがに。さあ、ドラグマのアルバスセイントを特殊召喚、そしてヌトス相当こっちでいいんじゃない、なんかこれで良さそう、これでええやろ、これでなんとかなりそう。これ殴るよって言ったら使うしかねえもんな。そうだよな、使うしかねえ。で、カルテシア効果発動。2体で融合。てことは、結構、獣は大丈夫だな。獣はもうねえな。で、グランギニョル。はい。で、ヌトツ砲を。で、からのアルバスセインと、あ、強い。エクサデッキから特殊召喚されたら、相手のエクサデッキを確認して、その中から1枚を引っこ抜くという効果。で、グランギニョル効果。いいでしょう。よろしい。相手の特色はない。で、サロニール効果。いいだろう。あ、これ無効できんのか。つえな。これフルドレス出しちゃうか。フルドレス出し無効あるな。フルドレス無効ある。これドラグマなんでね。
アルバス戦意特にドラグマなのでフルルドリスを特殊召喚し、そして、特殊召喚した時にドラグマがいるとフィールドのカードを無効にできるぜ。さあグランゲルの効果は無効で、サロニエルの効果だけ有効になって、まあ多分まあ何らかの楽印カード、まあ、断罪とか、それからあ副楽印かが、はいはい送られていく、問題はない。何を送っても回収されんだよな結局。なんかルベリオンとかであんま意味ないんですよね。全部送るとかじゃない限りは。あのデッキドラグマトリックスの効果を発動する、で自分でアーデック送る、アーデック送ってで効果発動する、で持ってくるカーブルだね、まあ助かってるから。で、マクシムスドラグマの効果を発動。マクシムスドラグマは自分の、墓地の融合シンクロエクシーズモンスターをゲームから除外することによって特殊召喚できて OK。 そしてマクシムスドラグマの効果、マクシムスドラグマの効果によりエクストラデッキからお互いにカードを2枚墓地送ろうぜ。君分からせるか、このマロンとかいうカード強いんじゃないか。これ本当はグランギニョルで送るカードなんだが、普通にこっから送ることもできるんで、これでいいんじゃないか。25、3000、2000、これこまあさすがにこっちか。さあ相手はバスタードとアルビオン、なるほど、アークデクレラーとマロンちゃんの効果が発動。マロンちゃんの効果によってグランギニョルをバウンス、帰れ、よし。そしてアーデクの効果、ドラグマのアルバズワを手札に加える。そしてドラグマカブルを発動。ドラグマカブルの効果により自分の墓地のモンスターをゲームから除外して儀式召喚をすることが可能。現れろ、うわドラグマのアルバズワ、見よこの最強盤面バトルフェイス。いやドラグマが攻撃する場合フルルドリスの効果、ドラグマモンスターの打点は全て500ポイントアップ。うわつー、さすがアルバズワさん、対戦ありがとうございました。強い、おっとなかなかいいハンドなんじゃねえか。強欲な元気な壺、やべえ増殖してるじゃんさんな、やばいデッキ、やばいデッキだこれガイエスモルガライト増援やば、何このデッキ、モルガライト、まあ、メタビチックくせえな、メタビチックな匂いするね。うわやばいこと起きた、ちょ待って、それドラグマ一応きついんだよそれ。ちょ待って、アトラクターと次元の裂け目とマクロコスモスだけは貼っちゃいけないってお母さんに習いませんでした、ドラグマ相手に。っていうか異次元の偵察機って何、どういうことこれえらいこれ次元って、これもしかしてさっきガイウス見えたけど、いやこれやばいわ、やべ裂け目とかいう最強カード貼られたんだけど、やばいやばい、じゃああれね、墓地送られるカードモンスターか、モンスター全部除外されっからさ、マジで何も使えねえんだよこれ、マジで何も使えない。これマトリックス持ってきて、まあ、マトリックス持ってくる、フルルドリス持ってくる、これどっちの方がいいんだ、マトリックスの方がいいか、マトリックスで一応サーチ入るもんな、マトリックスで、え、これドラグマーター打てんのかな、ちょっとわかんねえんだけど、え、ドラグマーターって打てんのか、やべえ、ちょ誰か教えて、次元の叫び貼られた状態で、ま、あのドラグマーターって撃てるんですか、ちょわかんねえ、わかんねえ、これネトソーできねえけど、まあ、一応こっちで、で手札加えます、ネトソーできねえんだったらこれ12分の方がよかったな、これやべえ、ちょっと混乱しております今現在、やばい、ちょっとネトス方が全く効かん、助けてくれ、うわぁ一応マータも普通に打てるんだよこれね、マータ普通に打てるんだ、知らなかった。で、アルバスセイントの効果発動、これちょっとアルバスセイント打点1500上げて2000にするしかないか、ちょマジでやばいぞ、ちょっと待ってくれ、攻撃力アップは1500、こっちこっち1500上げる、いやマトリックス何も意味ないんだよなこれ、ていうか待って、相手エクストラゼロなんだけど、やばすぎない、そんなバカな嘘、エクストラゼロマジ
通れ。なんだこれ、連撃の帝王。やばい、マジの次元帝じゃんこれ。これ何でいくのこれ。え、やば。ガチめの次元帝来た、令和のこの時代に。確かに叫び強いけども、なんもできん。やべえ、負けそう。おい、やばいぞ。令和のデッキ使って縄文時代のデッキに負けるぞこれ。ドラグマンパニッシュメントマジビビんだよこれ。やばいって、偵察機帰ってくるやん。なんだこの最強デッキ、やばいって。ダメだ、叫びマジなんもできんこれ。うーわ。強っ、やべえ、バカ強え。パニッシュメントとかいうマジで意味ないカード打つしかないんだけど、マジで意味ない。これ墓地に送られないとね、あのモンスターが、あの効果適用できないと。一応発動はできるんですけど、これ除外されて相手のモンスター1ミリもあの破壊されないで、ただトラップカード発動した男みたいになるじゃん。これやべえ、手も足も出んかった。嘘だろ、この縄文時代のデッキなんか強くね。